通電鉄条網を用いて起立させられた SCP-42。アイテム番号 SCP-42。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル現在 SCP-42 は生物研究エリア32のパドック12に最小限の保護で済まわしています。SCP-42 派遣段階では逃走を試みる気はない様子ではあるとはいえ、保護基準は常に維持しておかなくてはなりません。パドック12の治療へ日の健康状態を維持しようという試みは今まで失敗してきました。定期的に水をまいても、SCP-42 が存在するとその踏みしめたところから地面は干からびてしまいます。水を加えた時何が起こっているのかはっきりしていないため、給水計画は取りやめられました。必要性に乏しく、地域の地下水に対し潜在的な危険性をはらんでもいるからです。地域の井戸の水位の観測とエリアの水のサンプリングは週ごとに実行してください。SCP-42 の相手をする職員は、それには調教師、医療職員、厩舎員、管理スタッフが含まれますが、編集済みを含む徹底した調査をパドック12に入る前に受けなくてはなりません。誰であれ武器あるいは武器として使えるようなものを持ち込もうとした職員は直ちに、編集済み、されなくてはなりません。職員はどのような仕方であれ SCP-42 の相手をしたなら、その後週に一度の心理的スクリーニングを受けてください。SCP-42 の背中の傷を診察する医療職員はいつでも間近で監視されなくてはいけませんが、これは彼らが SCP-42 を安楽死させようとしないようにするためです。説明 SCP-42 はエクース族の一員であると信じられている動物です。その毛並みは小さな茶の斑点がいくつかある白毛です。肩までの高さは 183cm、18ハンド S、体重は 710kg です。その体重は財団による保護下に入って以来明らかに落ちていますが、これは物理的活動の欠如による萎縮と食事の拒絶の両方によります。強制的に与えられている液体栄養食により生存してはいるものの、痩せ衰え虚弱なままです。SCP-42 には背中から2つの大きな骨の突出が見られ、背中全体に広がる強力な筋肉組織、現在は萎縮しています、につながっています。これらの骨は背部表面から 37cm のところで終わっており、皮膚の開いたままのボロボロの傷から突き出しています。今のところ、これらの傷が治る気配は観測されていません。かさぶたはちゃんと生じて SCP-42 が出血しないようにしているにもかかわらずです。SCP-42 は無気力な態度を見せ、熟練の調教師がどんなに活動を誘発しようと試みても反応したことはありませんでした。何もしなければ、SCP-42 はじっと地面に横たわっています。食べたり、飲んだり、用を足すために動くことはありません。疼痛反応による条件付けならば、SCP-42 は起きて痛みを解消しようとするのでいくらか効果があると判明していますが、刺激の強さ。たとえ気絶するほどの刺激であっても最後には再び横たわろうとします。SCP-42 の知能水準に対する研究者の意見は割れています。SCP-42 はただの動物であり他の同族より賢いわけではないと信じる者もいれば、SCP-42 は実のところ知性を宿していると信じるようになった者もいます。パドック12に入る人々にアイコンタクトをするのが観察されるため、多くの人々はその見た目を、懇願、しているようだと述べています。SCP-42 が事故に巻き込まれる機会が複数回あり、そこで SCP-42 は備品や囲いで負傷したのですが、SCP-42 に知性があると主張する人たちはそれは SCP-42 により意図的に起こされたものと信じています。フキピー、博士により SCP-42 を生物研究エリア、4に移送したいという要求が、1900年月、日に申し入れられ、オフアイブ、5により承認されました。P、博士は SCP-42 を武装車両で運ぶのではなく空輸するよう指示する者に輸送文書を改ざんしました。輸送中に、P、博士は運輸飛行機のパイロットを打ち負かし制御を奪い、機を急降下させました。乗員と積み荷は無重力状態をおよそ1分ほど、保安職員が航空機の制御を取り戻し水平飛行状態にする前に経験することになりました。P、博士は拘束され飛行機は着陸、すると貨物エリアにて SCP-42 が収容を打ち破り、2人の保安職員を蹴り殺しました。
貨物室の保安映像を見るに、この後、SCP-42 は P、博士に接近し、その鼻先を彼の顔に触れさせます。P、博士は接触が維持されている間他交渉の兆候を示していましたが、応援の保安職員が SCP-42 を鎮静ダーツで鎮圧して接触が断たれると、緊張状態となって崩れ落ち。彼はその状態から回復することはありませんでした。彼の行動に関して聴取した後、P、博士は財団の医療部門により1900年、月、日に安楽死させられました。